からご挨拶を申し上げます。梨田監督、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。キャンプを順調に過ごしてきました。非常にいいキャンプを終えたんですけども、終盤に、故障者が出て、そしてオープン戦に入り、故障者も出ました。去年から開幕ダッシュということをずっと言ってましたけど、一瞬ちょっと不安がよぎったわけですけども、今福島さんと握手をして、やはりダッシュが大事だなと開幕ダッシュ、これとやらなきゃいけないというふうに思っております。幸いにも、素晴らしいスタッフとともに1年間戦えるということで、故障もまだ早い時期ですから、主力が帰るまでみんなで一つになって戦っていきたいというふうに思っております。